以前に住んでた田園調布の家はアユの家と地下でつながってますか？はい、残念ながらつながっておりませんが、斜めなのね、こうやって、うん、斜めくっついてましたよ、家や土地は。だけどつながっちゃいないよだって俺が住んでた時期とアユが買った時期が違うんだもん。俺が引っ越してからアユが引っ越してきたんで、別に同じ時期に住んでたことはないですよ。この辺がね、なんかみんなが、誤解するというか、間違えるところだよね。